カツオ君。 公明党の矢です先ほどの参考人のご見解を踏まえた意見は、後ほど述べるといたしまして、まず私からは、先週の本審査会の質疑を踏まえ、憲法改正、国民投票法改正案について、意見を申し上げます。衆議院段階の修正によりまして、追加された検討条項の解釈が焦点の一つとなりました、まあ、すなわち CM 規制等の議論に結論が出るまでの間、憲法本体の論議や、憲法改正の発議ができるかどうかという点であります。 この点につきまして、先週の議論では、まず北川議員などの原案補正者から、検討条項には憲法本体の論議や憲法改正の補正に関する言及は一切なく、法制的に憲法本体の議論も憲法改正の補正もできる旨の明快なご答弁がありました。特に北川議員からは、制定時に付されていた18歳投票権とのリンクのようなものは、今回付けられていないという大変重要な指摘もあったところであります。 私も法律家の一人として、そのような解釈に大いに納得をいたしました。次に、終戦案提出者の山花議員からも、法制的に憲法本体の論議や、憲法改正の補正ができることについて、北川議員などと共通の認識を持っていると明言されており、 原案発議者との間で何らそごはないという理解であります。まあ、その上で、政治的には現行法のままでは投票結果に対する信頼が揺らぐので、憲法改正の発議は難しい旨の言及がございましたが、まあ、これが政治的観点からのご主張であることは明らかであります。まあ、ただ、憲法本体の論議を行うことについては、政治的にも異論が示されておりません。 また同じ修正案提出者の多くの議員も、憲法本体の議論は妨げられないと明言をされておりました。 え議事録で確認をしております憲法改正について、えー、各党、各外がそれぞれさまざまな立場があることは、えー、理解しておりますが、したがって、えー、国民健康東京法改正案の原案や修正案に賛成したからといって、えー、個別的規定に関する正式観点からの主張まで完全に一致することが難しいことは、えー、よくわかるところでありますが、えー、先ほど述べたように、えー、このような正式観点からの主張の前提である法制的解釈については、原案発議者と修正案提出者の間で完全に にに一致しておりり何ららら揺ぎはなないいととうことは明らかになったわけであります、まあ、以上のもとで改めてでありますが、まず本改正案につきましては、早急に可決・成立をさせた上で、CM 規制等について速やかに議論を進め、結論を得るとともに、同時並行で国民のための憲法論議をしっかりと深めていただくべきであるというふうに考えます。 先ほどの浅野参考人が言うように、主権者たる国民の意思による憲法を検証することが、立憲主義とのお葉もあったところであります。果実19日、党審査会で私も申し上げたとおり、まあ、国民一人一人が憲法を自分のものと捉えるため、議論は必要であり、また、上田参考人が先ほど申し上げたとおり、まあ、おっしゃっていただいたとおり、まあ、イギリスと比べ、制定成分,法成分法がある日本であっても、 憲法の価値観が共有されているか、疑問があるという言葉もありました、特に三原理を真に国民のものとするためにも、しっかりと議論を深めていくべきであるということを申し上げて、私からの意見とさせていただきます。以上松沢茂